ラ回ってる？はい、こんにちは。パープル遊びです。We are four。ということで、本日は、突然なんですけれども、ビールを飲んで美味しいって思える方は、この中に何人いますか？私はね、ビールね、飲んだことあります。ですが、生ビールを飲んで、美味しいって一度も思ったことがないんですよ。なんならマジーなって、失礼だけど、草マジーなって思ってます。私の周りの友達は結構ビールね、飲める子はいっぱいいて、どうやってさ、飲めるようになったのって聞いたら、まあ、結構いっぱい飲んでいくうちに、だんだん飲めるようになったと。生ビールを美味しく飲んでる人見るとマジガッキやなって。なんだよこいつらって。本当に思ってたんですよ。ということで本日の企画生ビール毎日飲んで美味しいって感じるのは何日目？毎日ビールを飲んだら、さて何日目に美味しいとビールを思うことができるのかという検証動画となっております。期限決められたらこれ切りないなと思ったんで、期限をね一応決めます。期限は1ヶ月。1ヶ月毎日飲んでも、ビールを美味しいと感じない場合も全然あります。本当に、わかんないです。本当に。それはマジでやってみないと。見てこのサイズ、可愛いね。いきなりさ、大きいのは飲めないから、こういうちっちゃいのが今売ってるんよ。さすがジャパンじゃない？さすがじゃない？ジャパン。とりあえずいっぱいビール用意したんで、まあこれはね、寝る前に一杯飲んでいくっていう動画となっております。それでは早速、生ビール企画、はい、スターティン。早速ね、1日目のビールを飲んでいくんですけれども、撮影を早く終わらせたいからって、嘘ついて美味しいとか言うのは絶対にないです。この企画については別に嘘ついたところで、別に本当に誰得でもないんで、自分の心に正直でやりたいなと思います。だから本当に美味しく感じたら、ちゃんと美味しいって言うし、本当にずっとまずいって思ってたら、ちゃんとずっとまずいって言い続けるので、嘘つかないからね。本当に向き合うからちゃんと。でも、期間は1ヶ月っていうのだけは、1ヶ月だけだからね。うん。やった。正直ね、このビールの、このね、匂いからして私もうダメなのよ。もう匂いからしてまずいのよ。それでは皆様、乾杯や。まず。なにこれ。これ飲み物なの？まず。このビールはね、美味しいってね、思ってるね。私が想像できないわ。ああ、ホームで、ベロチューしてる、カップルを見た時みたいな感じを今。もうきついわ。パパとか友達がこれ美味しい美味しいって飲んでるの見るの本当にすごいなって思う。結構尊敬レベルまでいく。なんでこんなまずいの、まずい飲み物美味しい美味しいって飲めるのかなって思う。にっけー。はい、ということで、1日目終了。率直な感想を言いますと、めちゃくちゃまずい。それではまた明日。はい、ビール生活2日目、乾杯や。あ、まっつ。まっつ。わ。ごちそうさまでした。2日目、まずい。10月28日、ビール生活3日目。はい、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯や。あ、まずい。うん、安定のまずい。まあ、多少はちょっと慣れてきてはいるけど、申し訳ないけど、まずいです。なんか飲みやすくはなってきてる気がする。でもまだ3日目だからね、そんな簡単にね、まずいから美味しいには変わんないと思うよ。飲み込むのが辛い。完食。3日目もまずかったっすわ。ビール生活4日目。はい、10月29日。はい、乾杯や。やばい、普通に飲めてる自分がいる。でも最後の方はちょっとまだまずいから、まずい。ビール生活4日目でちょっとまずさがなくなってきました。それではまた明日。はい、10月30日、ビール生活5日目。
わ。せーの、カンピア。あ、まだ正直まだちょっと苦味とかはあるけど、4日目と同様に、まあ、普通に飲めるな。まだ美味しいまでは感じないけど、まっつみたいな感じではなくなった。いや、すごいね。5日目ぐらいからね、やっぱ変わってくるわ、味覚が。でもやっぱりまだこの一杯を飲み終わった後に、ちょっとまずいとか苦いなって思っちゃってるんで、まだね、美味しいとは感じてません。10月31日、ビール生活、6日目、6日目、完璧や。昨日と同様にね、本当にね、どん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 ね、飲むために毎日ね、まずいがなくなっていく。まずいがどんどんなくなって、普通になって、それが美味しいに、いつ変わるのかなって。もう楽しみだわ。完食！それではまた明日。11月1日、ビール生活7日目。はい、乾杯や。普通に飲めるわ。完食。まずいとは一切思わないね。もう、ちょっと美味しい水を飲んでる感じ。やっぱ1週間ぐらい経って、だいぶ変わってきましたね。それではまた明日。ビール生活8日目。乾杯や。正直に言うと、最初の一杯ちょっと美味しいなと思っちゃった。そう、5口目ぐらいからはちょっと苦味が来るんだけど、最初の一口目とかに関してはまあまあ美味しいかなみたいな。後々ちょっとね、苦味が来る。でもこの一杯を飲んで、飲み終わった後に美味しいとはなってないから、あともうちょっとなのかな。完食。まあ、全部飲んで美味しいとはまだねなってないよね。それではまた明日に期待です。また明日。ビール生活9日目。ビール生活10日目。カンピア。ビール生活11日目。やばい、11日目にしてちょっと美味しいと思っちゃってるかもしれない。ちょっと待って、やべ、普通にうまいかも。完食。普通に、まあ、ちょっと美味しいなって思っちゃったんだけど、まだうまっ、美味しい。まあね、正直そこまで慣れてないから、もうちょっとね検証していきたいなと思います。ビール生活12日目。12日間もさ、毎日ビール飲んでるってことだよ。やばくない？カンピア。やばい。いや、本当にマジで悔しいんだけど、めっちゃ美味しい、普通に。うまい。2、3日ぐらい前から、ちょっとずつ美味しいなと思ってたんだけど、今飲んで改めて感じた。心の底から美味しいって思える。うわ、うまいわ。やばい、ついにビール美味しいって思った、思えた。すごいね。12日前まではめっちゃまずかったし苦って思ってたのに美味しい。いや、もうこれ検証終わりでいいんじゃないのかなって思います。だって今本当に美味しいってね思ってる。この企画始めた時はさ、正直これ美味しいって思う日が来ないんじゃないかっていう風に思ってたんだけど、これ嘘なしでマジで味覚って変わっていくんだね。いやー、素晴らしいね。私普段マジで絶対ビールとか飲まないから、友達とか見たら多分この動画めっちゃびっくりすると思う。はい、ということで、ね、ビール生活12日目でこれにて検証は終了ということで、検証結果を発表します。ビール嫌いな人がビールを何日間飲んだら美味しいと感じるのか、検証
結果12日目でビール美味しいと感じることができました。私もこの企画でビール克服したんで、これから居酒屋行ったらビールをバン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 飲んで大人の仲間入りをしたいなと思います。しゃあ、いやもう明日からはプライベートでもビール飲むわ。普通にめっちゃ美味しい。やっぱ毎日続けるっていうのはね大事っていうのが今回の企画で分かりました。はい、ということで動画を最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、無断転載お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、せーでパブル、あそびでした。マジでビール最高。